ですよって。脳みそに、なんか俺の脳にお嬢様になれっていう言葉が聞こえてくれますわ。参加されるお嬢様、ごきげんよう。なんですの、ごきげんようわ。これからごきげんよう。お嬢様人狼を始めますわ。役職来ましたわ。いい役職来ましたわ。来ました。役職来ましたわ。バッチリですわ。バッチリですわ。OK ですわ。さあ、これでゲームがスタートするのでしょうか、ちゃんと。始まりますわ。スタートですわ。スタートですわ。おポッキー食べます、ポッキー食べます、夏さんは。おっさん撃退棒ですよ。3本いただこうかしら。そうか、おっさん撃退棒、おっさん撃退棒ですわ。おっさん撃退棒ですわ、これ。おっさん撃退棒、この中に、この中に、この中に一人おっさんがいるようです。あら、なんてこと。そんな不届き者いらっしゃいますか。そんなのバイザーさん、あなたでなくて。いや、私はあの誇り高きちゃんとした家柄の、あのパンツ一丁じゃないですね。本当ですわ。本当にお嬢様なの。お嬢様はパンツ一丁って出歩きませんわよ。あら、残念ですね。これバカには見えない服を着てるのよ、私。あら、夏お嬢様。あら、夏お嬢様。ちょっと教養が足りてないのではなくて。あら、何をおっしゃいますの。私、一流大学を卒業いたしましたのよ。ちょっと待って、何か来ましたね。私には見えてますが、この水色と白のドロワーズが見えてますわよ、私には。あら、あなたはなかなか、なかなか分かってらっしゃいますよね、あなたは。素晴らしいですよね。いや、そこの、なんどうしたの、あなた乳首がちょっと遊ばせなら。乳首が遊ばせなら。野生の、野生のお嬢様や。ちょっとおたむれが過ぎるのではなくて、それ。あんたパンツ一丁でも危ないのに、もう全裸でいらっしゃいますわ。ちょっとこれはもうおっさんですよ。おっさんではなくて。もうおっさんとかいう以前にあなた人ですもん。人にあらずですの。あなた、あなたの右ないでしょ。待ちなさい。あなたの右のその白いやつを見てみなさい。これが人だっていうの。いやばいですわ、やばいですわ。面白い。いや、この黒いのは何ですの。これは何ですか。お嬢様ですわね。お嬢様ですね。実はお嬢様ではなくて、お嬢様方を守る女騎士です。おお、なるほど。決めつけ殺せってなるやつだ。ちょっとこのおっさん、こんな中からおっさんをどう探しだけばいいんですの。このみんな優雅なお嬢様ですのに。そうですね、まあ任せなさい。私、エスパーが使えるんですね。え？あら。お、サイコキネシスですね。エスパー、本当ですもん。お任せあれ。でしたら、おっさんを炙り出してくださいま。私にはもう誰がおっさんかなんて簡単にわかるんですの。まあ、教養があるので。あら。あれですか、ここは誰を、やっぱりあれですか、エスパーってやっぱりこう、匂い嗅いでタバコ臭いかどうか。やっぱこれじゃないですね、この灰色の。これですか。明らかに表情がおかしいですわよ。これは怪しいですわよ。あなた何か弁明がありますの。あなたは何お嬢様ですの。一般通過お嬢様でございます。なるほど。ちょっとそれはおかしいですわ。通過スルーしますわ。待ってください。なんでですの。私こそが真の一般お嬢様ですの。あなたは偽物ですわね。いや、ほんまですわ。このお二方怪しいですわ、ね。ほんまですわよ。ですわよ。他の方皆様、皆様、ちょっとよろしくて。皆様、このお嬢様、タバコの匂いがしますわ。あら、おっさんだというの、この子。おっさん。絶対おっさんですわ。撃退棒しましょう。あなた、おっさんなの。あ、そうなの。これは何。あら。これは、私が今、龍炎お嬢様を守りするために。ありがとう、すいません。なるほど、お嬢様。これじゃあ、あなたの秘密は本当だった。やめて。これお嬢様、死んです、死んです。あ、危ない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 。ゴリラお嬢様。まあ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 、まあ、お待ちになって。お待ちになって。一旦ストップですわ。一旦ストップですわ。お待ちになって。これでおっさんが一人この世から消えましたわ。素晴らしいことで。あ、なんか少しいい匂いになりましたわ、この会場が。いや、素晴らしいですわね。夏お嬢さん、私ちょっと打ってきたんですけども。やっぱりこうちょっとあなたでは耐えられなかったんじゃなくて、あなたやっぱり匂いがするんじゃなくて。そんなバカな、私一般通過お嬢様です。ほんまに違います。ほんまに一般通過お嬢様ですって。一般なのでそんなに贅沢な食事は取れてないですけども。夏お嬢様どこ行きましたの。夏お嬢様、そもそもあなた本当にエスパーお嬢様でいらっしゃいまして。私エスパーお嬢様ですよ。だって騎士もらいましたもん。本当ですわね。本当ですわね。夏お嬢様、夏お嬢様全然いなくない。龍炎様。いや、やってないわ。
これは夏お嬢様、高飛びしてらっしゃるんじゃなくて、高飛びしていらっしゃいますよ、これは。バケーションしていらっしゃいますよ、これは。バケーション。これ固まるのは良くないですわね。そうですわね。これ夏お嬢様、これもう喋ると死んでるから。夏お嬢様、どうしましょう、これ。早く終わってください。その手は一応何ですの。はい、おっさんです。ですの。まあ結局、でもこれちょっとバグってるから、これはもうしょうがない。うん。もらえちゃってんねん。もらえちゃってんじゃん。そうそう。まあ、これだからさっさと終わらせようっていう。これは勝てんわ。これはかも。なるほど、そういうことだと。これ、後輩だって人数少なくなってくるとなんか。いや、そうなんだよ。ちょっと苦痛なんだよ。しんどいな、見てて。人数減るとしんどいな。苦痛になる。大人数時じゃないとやっぱ持たんな、なんか。寂しいんだよ。一対一だとそうなるんだな。なんかポンジョ二人でなんかお嬢様言葉使ってすっげえ虚しくなる。何を見せられたんだ。何これ。何やってんのこれみたいな。何が楽しくてこんなことやんないといけないの。